皆さんこんにちは。この動画では英語で過去のことを言う表現を学習します。教科書ではユニット1の内容です。では始めていきましょう。まずは昨日何々しましたというように、過去のことを言うときには動詞の形を過去形にします。例えば、I watched TV yesterday. 私は昨日テレビを見ました。というように、テレビを見る watch を見ました。watched と語尾に ed をつけて過去形にします。また、過去のことを話すときには、文の最後に過去のいつのことなのかを表す言葉を付け加えます。例えば、昨日という意味の yesterday、 この前のという意味の last、 そして何々前にという意味の ago などがよく使われます。実際に last は昨夜という意味の last night、 先週 last week、 先月 last month、 昨年Last year、 この前の日曜日、 Last Sunday などと使われます。 Ago は5日前、 5 days ago、 10年前、 10 years ago などと使われます。それでは動詞の過去形の作り方について解説します。動詞の過去形の作り方には規則動詞と呼ばれる変化の仕方に規則パターンがあるもの、不規則動詞と呼ばれる規則性がなく単語の形が変わるものがあります。規則動詞の過去形を作るパターンは全部で4つあります。まず1つ目、基本としてそのまま語尾に ed をつけるパターンです。先ほどの例文のように watchの他にも looked、 played、 cooked、 listened、 wanted などがあります。2つ目、動詞の語尾が e で終わる場合に d をつけるパターンです。例えば liked、 lived、 used、 arrivedなどがあります。3つ目、動詞の語尾が単母音、つまり短いあ、い、う、え、おプラス子音字、あいうえお以外の音で終わる場合に最後の文字を重ねて ed をつけるパターンです。例えば stopped、 planned などがあります。4つ目、動詞の語尾が子音字プラス y で終わる場合、 y を i に変えて ed をつけるパターンです。例えば studied、 cried、 tried などがあります。次に規則動詞の発音です。3種類あります。まずは ed の前の発音が有声音、つまり母音や濁る音の時は d と発音します。例えば played、 lived、 studied、 cried、 tried、 used などがあります。次に無声音、息だけの音です。例えば p、 k、 sh、 ch のようなものがありますが、その後の ed は t と発音します。例えば cooked、 liked、 washed、 watched、 stopped などがあります。最後に ed の前のスペルが t または d で終わるものは id と発音します。例えば visited、wanted
needed などがあります。ここでちょっと確認をしましょう。これら2つの文を見てください。 I watched TV yesterday. He watched TV yesterday. 主語がそれぞれ I 私と He 彼で違いますが、動詞はどちらとも watched を使っています。現在形の文では主語によって動詞に S や ES をつけて使い分けていましたが、覚えていますか？三単元の S と言っていましたね。主語が三人称、単数、現在の時、動詞に S または ES をつけるという約束でした。今回は過去形なので、動詞は主語によって使い分けることはしません。次は不規則動詞です。漢字の通り現在形と過去形で単語の形が違うものに変化します。例えば私は去年ニューヨークに行きましたは I went to New York last year となります。行くという意味の動詞 go が went に変わります。このように動詞の形が全く違うものになるものを不規則動詞と言います。不規則動詞はたくさんありますが、ここでは代表的なものを確認します。例文でも出てきた go 行くの過去形は went、 come 来るの過去形 came、 make 作るの過去形は made、 meet 会うの過去形 met、have 持っているあるの過去形 had です。他にもたくさんありますので、教科書152ページ153ページを見て覚えましょう。次に B 動詞の過去形です。私は部屋にいました。 I was in my room のように B 動詞の過去形 was が使われています。では B 動詞の過去形を確認します。 am, is の過去形は was、 are の過去形は were です。 B 動詞の過去形は2つしかありませんので覚えましょう。では過去形の文を作る練習問題に取り組んでみましょう。問題1、私は昨夜英語を勉強しましたと過去形を使って言ってみましょう。15秒で答えが出てきます。それではスタート。答えは I studied English last night ですね。問題2、ユキは10年前東京に住んでいましたを過去形を使って言ってみましょう。同じく15秒で答えが出てきます。それではスタート。ユキ lived in Tokyo 10 years ago ですね。問題3、絵を見てお母さんとタケシがそれぞれしたことを過去形を使って言いましょう。同じく15秒で答えが出てきます。それではスタート。どんな表現を使いましたか？回答例としては My mother was angry 2 days ago
Takeshi ate ramen with Tom last Saturday などが考えられます。それでは今回の学習はここまでです。See you next time! Bye!